こんにちは、ヨシックスさん、そして偽ヨシックスさん、二人合わせてヨシックスさんですね。今日もね、すごく良かったですね、ヨシックスさん。会場で会いましたね、事業説明からね。で、ヨシックスさんにそっくりな、この椎名木康晴。これね、なかなかそっくりだって私はね、気づいたんですけども、早速このね、冗談みたいな動画を撮ってきたじゃないですか。これね、見てほしいですね。私から言うことは何もありません。これは動画を見てください。早く見てください。本当よろしくお願いします。